トですよ、こいつは。Welcome back, Shama family. It's your girl, Shama-san here. And today, I'm reacting to Slime, episodes 19 and 20 of season 2. Alright, so I finally caught up to the, you know, the second half of Slime, season 2. I love how everything was leading up so smoothly up to, like, you know, the fight, like, the day of, what you call it? It's not the day of the festival, but the day of, you know what, Wambus, whatever. And we already know shit is just about to hit the fan. Like, shit is gonna be so freaking good and epic. I'm just ready to get into it because since the last episode, I've really been itching to just watch episode 19. But I was like, oh, shit, Shannon, you know what? You might as well just react to it instead of watching that one on your own. So, yeah, that's why we're here. And, yeah, so let's go. I think the song is dope. His bestie for life. Basically, yo, it's so awesome. Like, you really have the Storm Dragon Veldora on your side, my nigga. Like, you can't get any stronger than that. Like, what? It's crazy. クレイマンの策謀で滅びた国が決戦の場所になるか、因果は巡るな。Basically. 敵の力量は完全に見切りましたからね。勝利は確実です。随分自信満々だな。リムル様の覚醒によりユニークスキル滑る者のギフトを得て。Oh yeah, born leader. 川の流れのように完全に読み取れるようになりましたからね。That's dope. まったく。Oh my god. それもベニマルらしいか。せっかくだから霧の先にあると思われるクレイマンの城を落としてやろうかと思いまして。攻め込むのはソウエイとハクロウ。二人ともやる気になってますし。お待ちを、兄様。クレイマンという魔王は人を操る危険な力を持つそうではありませんか。万が一ソウエイやハクロウが操られでもしたら、どうしてもというのなら、私も参ります。おいおい。というわけですので、私に出撃許可をくださいませ。クレイマンが城にいない間に攻めるのが絶好のチャンスというのはその通りか。リムル様、自分がシナ様をお守りしますので。敵本丸にはカリオン様が捕らわれておるやもしれぬし。リムル様、私とて怒っているのです。クレイマンを許せぬこの気持ちを抑えるのが難しいのです。わかった。シュナの参加を認めよう。シュナの安全を第一に考えるように。シュナのわがままを認めてくれて助かります。万が一の場合でも大丈夫です。そうじゃな、わしの方が逃げ遅れそうじゃ。我々は精神攻撃への耐性はありますので、早々遅れは取らんでしょうが、カリオン様に関しては発見してから考えるとしましょう。作戦開始は日が変わった瞬間、ワルプルギス開始直後とする。いいな。了解しました。ところで、竜を祀る民が100名ばかり。竜を祀る民ってなんだ。竜皇女であるミリム様を祀る者どもです。ミリムの配下か。 She's being under control though. She got the necklace. They need to save her. 謝っているだけかな。まあ100人ぐらいなら問題ないだろう。はい。 Damn. 作戦通り、クレイマンの軍勢はゲルドの罠へとおびき寄せられている。勝負ありましたわね。ここまで来るともう敵方には挽回の策などございませんわ。お前は俺の部下ではない。ええ、そうですわね。ですが今我ら獣人は指揮権をベニマル様に委ねております。よかろう。お前をこの戦に限り副官に任ずる。拝命いたしますわ、ベニマル様。これはもう勝ちの見えた作業に過ぎない。ですがまだ数名強者の気配が残っておりますわ。まあ、数勢を見極めたらゲルドたちを向かわせる。俺たちに譲ってくれ。頼む、総大将殿。ここは俺たち獣人の国。あんたたちに全部任せっきりじゃカリオン様に怒られちまう。軍の指揮はお任せしますので、我ら3名に敵軍司会どもの討伐をご命じくださいませ。それが狙いで俺に総大将を譲ったのか。あら、何のことでしょう。わかった。もともとお前たちにも参戦してもらう予定だったし、勝てぬと思ったらすぐに引け。敵の中には油断ならぬものが混じっているようだぞ。
ええ、分かっております。逆らう意志をなくした者は捕虜とする。リムル様はおそらく労働力にしようと思っているだろうな。都を再建するのだろう。人手は多い方がいいだろうよ。そこまで考えて、狡猾なる魔王クレイマンの配下を相手に勝った先のことまで見据えているとは。あくまでも作戦通りにことが運べばだがな。ゲルド、始めろ。作戦開始。Oh shit. The orcs are ready.Whoa. Yo, they're basically falling to their deaths. Oh shit. Smash. これほど一方的とは。勝ったな。アルビス、スフィア、フォビア、三獣士よ、お前たちに自由行動を許す。敵軍の視界を討ち取ってこい。あとはお任せしますわね、ベニマル。 Damn, just hurry up. Facts. Go. 好きだついたぞ、スフィア殿。おお、ガビルさん、悪いな。一番ハズレくじを引くことになるかもだぜ。お前たち心せよ。ミッドレイ様、やばいですね。これ完全に負け戦ですぜ。先手を取ってたはずなのに、始まってみればゴテゴテ。魔王クレイマンの配下ども、こんなにも弱かったか。いやいや、そうじゃありませんって。敵の策謀がこっちを上回っていたんですよ。力で打ち破れば済む話ではないか。個人の見解決闘ならいざ知らず、こんな集団戦ではどれだけ軍を統率できるかが。今回は罠まで用意していた敵の勝ちです。わざわざ言われなくても、見れば誰でもわかるであろうよ。あれは強いぞ。向かってくるなら仕方がない。I've been wanting to see this dude go full power since the last episode. Yo, この前は世話になったな。おやおや、これはこれはフォビオ様ではありませんか。あの時はあたいたちの役に立ってくれてありがとう。理由もわからないまま殺されたんじゃかわいそうだからな。I don't think he stands a chance against them. 何を起こっているんだろう。なんでかな、なんでかな。怒りの感情は大変にビビですけど。確かに騙された俺はバカだが、バカはバカらしく、落とし前をつけるのに理由なんざいらねえんだよ。弱いくせに無理しちゃダメだよ。ダメですよ、ティア。せっかくフォビオ様が冗談を言った。Yo, they insulted him right in front of his face. Come on. Yes! Yo, nigga came through stealthily. これはこれは。確かオークジェネラルさんでしたか。いやいや、立派になったものですね。おお、ゲルドさん、助かるぜ。Yeah, because he couldn't take both of them on his own. Like, that's crazy.不足なし。どうする。自死のアダルマンに頼るしかないか。だがすぐにアダルマンをこの地に呼び寄せること、もはや立て直しだのと言える段階ではない。クレイマン様が認めるのは有能な部下のみ。運よく生き残っても精神を壊された操り人形になどなりたくはないぞ。となれば忌々しいが、この場での敗北は認めよう。だが最後に勝利するのは私だよ。私は一度本国に戻り、アダルマンを連れて戻る。しかしあの者はあの場から動けないのでは。やつならば資料を召喚し軍勢を立て直せる。私のいない間の指揮は頼んだぞ。自ら忠誠を誓った私は他の指どもと違い監視されていない。クレイマン様とて追跡は困難だろう。五本指筆頭の地位は惜しいが、どこか別の魔王にでも取り入って。Nah.
La. 転移魔法が発動しない。おい、近くに敵が。麻痺に毒、それに石化だと。アルビス、タイガーアルビスの制圧下に。仕方ない。本気で相手をしてやるとするか。アルビスよ、獣王カリオン配下切っての魔人、私との一騎打ちを引き受けてくれような。ええ、いいですわよ。あなたに格の違いを教えて差し上げますわ。それこそがクレイマンとカリオン様の格の優劣を証明するでしょう。 I love how her titties is just like, woo, you know.Oh shit. Girl, she knows she has to block it. Oh, Gopta came through. Gopta came through. But I could have sworn she would have got it though. Right.Okay, Gotha, coming through clutch! Okay, cancel that motherfucker out. Right, what? When did he get this strong? No. Old man's training paid off, yo. I swear. これでお役目完了っすね。あんなやつら相手絶対無理っす。Alright guys, so you already know we're not wasting no time. We're just gonna jump right into episode 20 cause let's go. あの者もなかなかやるではないか。さすがは竜の血を引く末裔である。I knew she was gonna be worn out. Girl. Dang. 魔物が相手では投げ技は使う機会が少ないから楽しんでおるさ。投げがいのある相手は久々だしの。俺はこんなに。Okay, she quickly needs help. 押されておるぞ。話しかけないでください。完全に隠した扱いかよ。クレイマンの部下にいたとはね。てっきりヤムザが一番なのかと思っていたが、俺の勘は正しかったみたいだ。ヤムザ殿もそれなりであったが、わしの遊び相手が務まるほどではなかったわい。ミリム様の遊び相手になれるんじゃからの。ミリムってことは、お前らは竜を祀る民だったのか。道理で。クレイマンの配下にしちゃ毛色が違いすぎると思ったぜ。あのドラゴニュートヘルメスを倒したぞ。やればできんじゃねえか。カビル様かっこいい。当然至極。じゃミッドレイ様、笑ってないで助けてくださいよ。貴様の負けじゃい。とどめを刺す気はないと見えるしな。そこでおとなしく反省しておるが、Let's take a moment to reflect. わしを含めて3名か。お主の部下たちも素晴らしい戦士だぞ。これは褒められて喜ぶべきであろうな。ガビルと申す。貴殿はミリム様の。奴隷とはわしのことよ。スフィアだ。略こそスフィア。ガビル殿にスフィア殿か。覚えておこう。どうするかね。Kill you? No, not really kill you. 相手をしてやるが。その前によ。いやよ。ただの人間がなんでそんなに強いんだ。
竜を祀る民ってのは人間じゃねえよな。答えは簡単であるよ。我らはガビル殿と同じくドラゴニュー。なんとガビル様、リザードマンからの進化ではなく、ドラゴンが人と交わった末裔である、okay. だがその本質は同じだぞ。あ、そういえば我が輩の妹のソーカも人の姿に化けておったわ。人間にしちゃ強すぎるわけだぜ、うん、とは言うがほとんど残っておらぬ。わしの部下も誰一人として、もはや人間との違いなどないも同然よ。その力は継承されておる。我らは竜を祀ることで決して忘れはしないのだ。質問は終わりかね。ああ、俺が知りたかったのは、弱っちい人間が鍛え上げた、聞けば人間と変わらないというし、敬意を払うべきだって思っただけさ確かに強さは生まれ持ったものと後天的に身につけたものがある。生来の力に頼りすぎるからよな。だからエネルギーの代償などでその強さを決めつけるんだ。なるほど、じゃあ俺はもっと強くなれるってことだな実戦に勝る経験はないという。胸を貸してやるから、かかってくるがいい。それはいささかうぬぼれすぎではあるまいか。 No。 同時に行くぜ。それを認めようじゃないか。 Yeah girl, cause you're barely, you're struggling to fight against him。三重士、この私と互角とは恐れ入ります。Mm-hmm. I was just saying that in my head. これで私の勝利が確定した。なんで How so? 負けんだけだと思ったか。あなたは確かに強い。それは認めよう。しかし、見ればどうかな。No way. アーティファクト、ドッペルゲンガーだよ。どうだ、私の軍門に下るなら。それで何、お粗末な切り札ですこと。ならば死ね。ワオ、エイリッシュ、チェンスフォーム、ナイス、オーケー、うんうん、シーゴーン、オールアウト。バカめ、一人で我ら全員を相手にするだと。Nigga, do you not see the form she's taking on right now? Of course she could take y'all on. Yo, they dead ass just disintegrated like that. Holy shit. Wow. Yeah. Now she needs to do that to these niggas. Just kill him right now. That's crazy. That's so crazy because in the two episodes ago, yo, I could have sworn, I was like, yo, this nigga dumb strong. I can't wait to see him in a fight, like, da da da. And it's like, I was proven wrong. Yep, that's right. You're under his control, that's gonna happen.何をしているのです一体どうしたというのです。 He just died。 Oh wow。 This nigga really dead ass turned into the ultimate life form。 Damn, everybody and their mom sense it, yup. So, in, Kaifu Maho no Shio, Tate, Tate, Konobani, Mono, Zay, Tataki, Ose, Konohano, Omono, this, Wagatu, Kuru, Sus,
つい先日ミリム様が仕留めたというカリュブディスだな。復活したって化け物か。魔王ミリムが滅ぼしたんじゃなかったのかよ。間違いなくミリム様が。本物ではなく、その力の断片のようなものだ。不安定みたいだから放っておけば一日と経たずに消滅しそうですが、下手をすれば意外な進化を遂げる可能性もある。あのような化け物にはなるべく餌を与えぬがよかろうて。俺たちにも？なんだと？かたじけない。この化け物めが！天に逃げられるものはいいでしょうけど、そうでない者たちは今いましい。クソ、誰のクレイマンめ！Does Rimuru know about this? ヤムザを核の代用品にしたようだぞ。俺が殺そうと思っていたんですけど、すでに魂も食われちまってますわ。ああなった以上、被害を抑えつつ消滅を待つしかないっすね。全員武装を許可する。欲張るなよ。時間を稼ぐだけなら我が輩たちも役立ってみせよう。一度戦ったことがある。あの鱗の攻撃に気をつければ。俺も撤退の手助けをする。では行くぞ。Crazy how they was just fighting together and now they're working together. Slime logic. そう、逃げられる者たちだけでも逃がすすか。勝てると思ったら引けと言っておいただろう。Benimaru! He's gonna defeat this thing itself. Yup, basically. その腕黒煙で再生を防いでいる。ガリブリス。今の俺の力を試すのにちょうどいいんだ。そんな場合ではないし、さっさと終わらせよう。悪いな、完全体になったんだが。消えろ。ヘルフレア。ヨー。アルビス、俺にも所用ができた。 What?Bro, this nigga is so on par with Rimuru, low-key, kinda. And he was dead ass about to get to work. Finally, someone who could take out this nigga.Yes, Benimaru, come and take him out. I mean, he is. He's not wrong, nigga. But can y'all still individually fight though? Exactly. Exactly. So you better go ahead and kill him. Mm hmm. Right, exactly. Me too. And Benimaru is definitely gonna defeat guys. Yeah.負ける戦いはしない主義なんだよ。うん、確かに。あのカリュブディスを葬った攻撃はさすがのわしも耐えられそうもないからの。驚きましたね。ギリは予想通りでしたが、カリュブディスがこんなにあっさりと。私たちにもあれは倒せないっていうのに。今の軍勢は壊滅、作戦は失敗。はあまりにも大きく、おとなしくしておくべきだったということですね。ねえ、ラプラスも忠告してたし、今回はクレイマンが悪いよね。ということで、あの方に報告しなければなりませんので、ここまでにしましょう。お前らがヤバいのは分かってた。一度目すれば、アルビスやスフィアが駆けつけるだろうぜ。それにベニマル殿もいる。だよ。死なさいよ、この黒猫。
Benimaru needs to come to their aid right now. Dang. He really will hold that shit. 今回はあなたたちの始末は依頼されだから見逃して差し上げますよ。 あたいたちが本気なら、あたちはこの世にいないんだから。 俺も力を得たが、上には上がいるということか。 ゲルドさんがいなかったら、俺は死んでいただろうぜ。 足を引っ張っちまった。 そんなことはないとも。まだ俺たちは生きている。 次に勝てば問題なかろう。通りだぜ。動機は逃走した。奴らは俺たちを見逃したつもりだろうが、甘いな。捕虜を乱暴に扱うでないぞ。傷を負った者は治療するのだ。フォビオを守ってくれたこと、敵の手の内を暴いてくれたこと、奴らの強さの秘密はリムル様によって解析され、白日の下にさらされるだろう。因縁のこの地で決着をつけたかったが、 Hey guys, so that was a really great two episodes. It's crazy how sinister Clayman is. Benimaru knows no bounds. Like, this nigga, I swear to God, I'm telling you, I'm pretty sure Benimaru could definitely handle the dude with the dot on his forehead. I know for a fact he can handle him, but I wonder if, you know, they're probably gonna work together in the next upcoming episode, being that they don't wanna fight each other just yet, you know, because of each other's respective sides, you know, not harming Lady Milliam's fucking people, and then, you know, that's Rimuru's friend, Lady Milliam and Rimuru are friends and stuff like that, you know, it's like, what's the point in fighting? So I think moving forward, I think they'll definitely have a good relationship. And if anything, I kind of want that dude to be on Rimuru's side. Like, it'll be actually cool to have if they could just join the Tempest Nation. That would be dope as hell, because that nigga is powerful. You know, but like I said, we'll all see. Yeah, but the next episode, definitely can't wait to get into it. Let me know your thoughts below. What do y'all think about this episode? Was it lit? Was it okay? Could it have been better? I feel like it had all the action. It was really good. All the build up. It was just really dope as hell. All right, guys, so I'm gonna get going. I'm gonna see y'all next week. Johnny!